日本茨城県つくば市、高見玄高見原は、茨城県つくば市の町名。1丁目から5丁目まである。郵便番号は300-1252。つくば市南部に位置し、つくば研究学園都市周辺開発地区に位置する。つくば研究学園都市内であるが、早期より、東京のベッドタウンとして、開発の進んだ地域であり、1丁目では、 JR 東日本常磐線牛久駅から1キロメートル圏内に位置する箇所がある。地域内は県道や田部牛久線が地域の中央を国道6号が地域の東端を通っている。東は牛久市猪子町、西は天宝木、高崎、南は牛久市、田宮、田宮町、北は高崎と接している。住宅地の地下は 2014年1月1日の工事地下によれば、高見原4丁目6番9街の地点で29,400円平方メートルとなっている。元は高崎の一部であった。旧住所表示は高崎番外1から高崎番外5の表示であった。この番外番地の1から5、1982年11月1日、住居表示を実施、現在の高見原の丁目とし、 万地整備を行った。1895年頃より開墾が始められ、1973年頃より住宅開発が進められた。2017年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、関東鉄道バスとつくバスは、高見原南バス停で乗り換えができる。